カメラサービス。エキザクタ、エクサ、ワネー。初心者向け、フィルムカメラの使い方シリーズ、12回目です。エキザクタの、廉価モデルでありますが、ファインダーが、アイレベルと、ウエストレベルに交換できます。マニアックなカメラですね。右手で巻き上げて、左手でシャッターを切ります。レンズを外します。マウントはエキザクタマウントです。たくさんの交換レンズがあります。シンプルな、ミラーシャッターの構造です。別のレンズを装着します。ファインダーを交換します。アイレベルファインダーを外します。引き抜きます。すりガラスのスクリーンを外します。ウエストレベルファインダーに取り付けます。カメラに装着します。このボタンで、フードが開きます。巻き上げないと、ファインダーは見えません。撮影するには、iPhone の露出系アプリを使います。ISO感度100で、シャッタースピード30分の1、F5.6 です。シャッタースピードを30分の1にセットします。ファインダーで、ピントを合わせます。ピントを合わせるときは、絞りを開放にします。はい、ピントが合いました。F5.6 に絞り込みます。シャッターを切ります。シャッターを切ると、ファインダーは見えません。このレンズ、2L50mm、F2.9 は、プリセット絞り式です。プリセット絞りとは、あらかじめセットした絞り値に、ファインダーから目を離さずに、速やかに絞り込む機能です。プリセットリングを F11 にセットしました。開放にします。プリセットリングを F5.6 にセットしました。開放にします。絞り込みます。先に絞り込むと、ファインダーは暗くてピントが合わせられません。このような機能があるわけです。次は、フィルムの装填の方法です。裏蓋を開けます。ロックを解除して、裏蓋を引き抜きます。巻き取りスプールを取り出し、フィルムの先端を軸に差し込みます。こんな感じです。フィルムを少し引き出して、フィルムパトローネをセットします。軸が噛み合うようにね。同じように、巻き取りスプールもセットします。パーフォレーションが、スプロケットに噛み合うのを確認しながら、2回ほど巻き上げます。裏蓋を差し込み、ロックします。2回ほど巻き上げ、カウンターにフィルムの枚数をセットします。逆算式です。24枚。これで準備が完了です。フィルムが終わって、巻き戻すまで、蓋は開けないでください。
バーが硬くなったら、フィルムが終わりです。リバースボタンを押して、フィルムを巻き戻します。ボタンを押し込みながら、巻き戻しノブを引き出して、矢印の方向に回します。ノブが軽くなったら、巻き戻しが終わりです。裏蓋を開けて、フィルムを取り出し、現像に出しましょう。これは、シャッターのロックレバーです。赤い印が見えているときは、シャッターが降りません。撮影しているときに、急にシャッターが切れなくなったら、慌てずに、このレバーを確認しましょう。